トップ3を発表していこうと思います。私は、見た目というよりは書きやすくて、買っていて疲れないことが大事だと思っています。なので、文房具にお金を使いたくない人にも参考になる動画なのかなって思います。3位は、ペンテルのレンズネロです。レイテンにも持ってたはずなんですけど、壊れてどこに置いているかわかりません。まあ、あったとしても、芯が高すぎて使わないと思いますけど、壊れたっていうのをちょっと覚えておいてください。3位の理由は、値段と壊れやすさですね。今 0.5 と 0.3 が1本ずつ使えて 0.3 と 0.2 が1本ずつ壊れています。症状は、0.3 の方が、チャックが動かない。0.2 の方がパイプが出てこなくなって芯を出そうとするとみじん切りになって出てくるというもの。0.2 の方は300円払えば直せるのですが、0.3 の方は直せなそうだったので、中古で買い直しました。次に、値段ですね。定価だと、1本3000円なのですが、自動で芯を出すものは、100均で売ってますし、折れない点に関しては、自動で芯を出すやつなら、大体同じ仕組みなので折れないです。製図用のような細いパイプじゃないと使いたくない、みたいな方で、お金があるもしくは、文房具集めが趣味だという方なら買ったら良いと思います。ただ、一度使うと便利で離れられない素晴らしい商品だと思いますので、3位にランクイン。2位はペンテルの P205 です。コラボ商品などでたまに売られる品なんですが、軽くて、ペン先がずれない素晴らしいペンです。しかし、これあんまり売っていないんですよね。Amazon とかで1000円近く出すと買えるのですが、それなら、100均の製図用ペンか、芯を入れるのが面倒くさいですが PG5 がおすすめです。100均の製図用ペンから紹介してきます。分解して比べたらわかりますが、内部の作りがほぼ同じなんですね。パクアー、リスペクトを感じます。同じく軽く壊れにくいですし、ゴムで滑りにくいまであります。私はP200の方が好みですけど、次に PG500 ですね。こちらは、芯を入れにくいですがP200のより丈夫版ってイメージです。こちらもおすすめ。1位を発表したいと思います。1位は、グラフ1000シリーズです。ちなみにこれもペンテルです。もしかしたら、私ペンテル信者かもしれません。理由は、軽く、パイプがちょうどよく滑り止めが程よく、丈夫で、手に入りやすく。って感じで、とにかく安定して素晴らしいからです。あと、小学生の頃から使っているので、思い出補正もあると思います。0.3 から 0.9 まで持っていますが、壊れたのは 0.4 の押す部分だけです。それも、椅子で踏んづけて割ったので自業自得ですし、定価は、1100円。Amazon では700円くらいで買えるので、手に入りやすいと思います。これで今日の動画は終わりです。評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございます。